はい、どうもこんにちは。今日はですね、合体ですね、大きさのある物体に働く力の正確な作図方法について問われた問題を扱っていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、それでは解説を始めていきます。点 C から受ける力ですね。棒が点 C から受ける力として正確なものを一つ選びましょうという問題ですね。はい、ではもう簡単にまず解ける方法を見ていきましょう。何も分かってなくても解ける方法というのを見ていきます。はい、まずはしっかりですね、物体に働く力を書いていきましょうということですね。はい、では働く力の見つけ方ですね、おさらいしていきましょう。こんな感じでしたね。どうぞ。はい、いいですかね。まずは物体ですね、物体に働く重力を書いていきましょうということですね。で、次二つ目が触れているもの、その物体に触れているものから受ける力を書いてあげましょうということでした。はい、では手順に沿って書いていきましょう。まず棒に働く重力、真ん中ら辺ですから、C より、真ん中ら辺じゃないね、真ん中ですから、C より右側ですね。はい、あとは触れているものから受ける力ですね。触れているから何かしら力を受けてるわけですかね。触って初めて力が受けるわけですかね。触ってないと力を受けないですかね。まあ、重力とか電気的な力はまた別ですけど、基本的には接触しないと力は働きませんでした。なので接触しているものは何かっていうと、糸、そしてこの点 C ですね。はい、ではまず一つ糸から受ける力を書いていきましょう。はい、よろしいですかね。はい、なので糸から受ける力が右下向いてるんですよね。であとは点 C から受ける力っていうのが何があるかっていうと、垂直抗力とあとは摩擦力ですよね。で、摩擦力の向きがどっちなのかなっていうことなんですけども、摩擦力の向きは左か右のどっちかなんですけど、もし右向きの力だったとしましょう。右向きの力だったら、これ張力の水平成分も右向き、摩擦力も右向きっていうことを考えたらね、物体、棒が止まっていないですよね。加速してますよね。運動してますよね。じゃなくて棒が静止してるっていう条件で考えてますから、糸の右向きの力成分があるのであれば、それを打ち消すような力がないとダメですよね。それが今回摩擦力になっていて、摩擦力が左向きになってますよということなんですね。はい、なので垂直抗力が上向き、摩擦力が左向きですから、この合力は左上向いてるわけですよね。はい、よろしいですかね。なので答えは8番になります。はい、まあこうやって解くことはできるんですけども、実際ね、ちゃんとした解き方、ちゃんとした力の、向きっていうのはどうやって考えていくのかっていうのもね、ありますから、それちゃんと見ていきたいと思います。はい、それではですね、作用線の定理っていうのをちょっと使ってですね、力を合成していくってことをやっていきたいなと思うんです。力を合成するっていうのは何かっていうと、結局この物体ですね、この棒に働く力が釣り合っている、静止しているってことは、合力で考えてあげたらゼロになってますよということなんですよね。いいですかね。なので、
作用線の定理使ってやっていきましょう。はい、それでは作用線の定理ちょっとおさらいしていきましょう。はい、よろしいですかね。働く力ですね。働く力を同一作用線上で移動させてもその効果は変わりませんよということでしたね。なのでまあ結局何が言いたいかというと、作用線上だったら動かしてもいいですよということなんです。なので重力が下向いてるってことは作用線が鉛直方向になってるんですよね。なのでこの方向に対してどこに移動させてくれても OK ですよということなんです。はい、よろしいですかね。同じく張力も一緒ですね。張力もこの糸の方向ですね、糸の方向が作用線になってますから、この方向だったらどこに移動させても OK ですよと、まあ、とりあえず作用線書いていきます。じゃあこの2つの力を合成していきたいんですけども、力を合成させるためにはまず作用点が一致してないとダメでしたね。作用線が一致してないとこれ力の合成できなかったですよね。平行四辺形書けないですから、なのでこれを作用線方向にそれぞれを移動させてあげて、一致する場所ここですね、ここまで移動させてあげたらやっと力を合成できましたと。で今回は移動させてもその効果は変わらない、作用線の定理がありましたからね。なのでここまで移動して、そして力を合成していきましょう。はい、じゃあよろしいですかね。ではこの2つの力を合成していきたいと思います。はい、じゃあ合成してあげるとこんな感じですね。あと残ってる力って何でしたっけ。残ってる力は何かというと、この点 C から受ける力しか残ってないんですよね。なので重力と張力の合成した力と点 C から受ける力が釣り合ってないといけないんですよね。で力が釣り合っているっていうのと、あともう一つね、棒が静止するための条件としては回転してはダメですよっていう条件があるんですよね。で力の釣り合いだけじゃダメですよっていう話をちょっとさせてもらうんですけども、はい、それではこの2つを比較してみてください。両方ともこれ力は釣り合ってるんですよね。上向きの F と下向きの F、 上向きの F と下向きの F ですから、両方とも力が釣り合ってるとは言えるんです。ただ左側はどうなってますか。左側このままだとこれ回転しちゃいますよね。なので棒が静止するっていうことではないんですね。棒は静止せず回転しちゃってますから、静止条件ではないんですよね。なので回転しちゃいますよという話なんです。それに対して右側っていうのはどうなってるかというと、これは回転しないですよね。一つの点に対して上下で力が働いてるわけですから、回転力を生んでませんから、これは回転しない。はい、ですのでこちらがですね、大きさがある物体の静止条件になってるんですよね。で大きさがなかったらですね、こういった回転力生まれないから別に良かったんですけど、大きさがあるとこういった回転力を生んじゃいますからダメですよということだったんですね。はい、ではちょっと復習になりますが、こういったね、平行で反対向きで大きさが等しい力のことを何て言うんでしたっけ、覚えてますか、大丈夫ですか。はい、こういったものを偶力と言いましたね。ドアノブ回すときもそうですし、ドライバー回すときもそうですよね。これ偶力でした。で偶力でね、特徴的なものは何かというと、この作用点間の距離を L としてあげましょうと。でこの時偶力のモーメントって常に FL になったんですよね。作用点をどこにとっても一緒だったんですね。作用点をここに取ろうが、ここに取ろうが、どこに取ってあげても偶力のモーメントっていうのは FL になってましたということですね。この2つっていうのは教科書で出ている内容でした。はい、なので棒が静止するための条件っていうのは、最後2つの力になった時には釣り合ってるだけじゃなくて、2つが同一作用線上にないとダメですよということなんですね。はい、緑で書いていきました。これが作用線で、作用線ですよね。はい、じゃあこっちで見ていきましょう。最後残った力は重力と張力の合力、1つの力と、もう1つは C から受ける力なんですね。この2つの力が同一作用線上にないといけないということから考えてあげると、この力ですね、この力はどこを通らなきゃいけないかというと、もちろん点 C を通らなきゃいけないんですよね。はい、よろしいでしょうか。ちょっと薄くなってますか、大丈夫ですかね。なのでこの青の力ですね、重力と張力の合力の作用線っていうのがちょうど点 C を通っていれば、点 C に働く力と打ち消し合っているということになるんですね。力の向きが反対で、かつ同一作用線上になっているということなんです。ちょっと力書いていきます。はい、よろしいですかね。なのでさっき求めた方法ですね、垂直抗力が上向きで、張力の右向き成分があって打ち消さなきゃいけないから、摩擦力が左向き、だから合力左上向いてるよねっていうことでも出せたことは、出せるには出せたんですけども、こういった感じでですね、しっかりとちゃんと計算じゃないか、作図してあげることでもできますよということなんですね。はい、じゃあちょっと練習していきましょう。あまりねこういった問題やったことないかなと思いますので、ちょっと何台かこうやって力の向きをちゃんと求めていくっていうのをやっていきたいなと思います。
はい、それではやっていきましょう。ちょっと図がちっちゃくなって分かりにくいかもしれませんが、正しいやつですね。正しい力を選んでください。荒い壁ですね。荒い壁に棒があってですね、棒が止まっています。でこちらに糸ですね、糸でなんとか固定しているということですね。でそれでですね、棒の重心がここになってますよということですね。働く力の方向は右上ってことは分かりますよね。右上の中で 1,2,3 の中のどれですかっていう問題です。でもう一つはこっちですね、荒い面ですね。荒い斜面の上に物体が置かれていて、重心がここです。でちょっと見えにくいと思うんですけど、この角のところですね、角のところが垂直抗力の作用点になっている。これです、作用点を選びましょうという問題です。垂直抗力の作用点は1番ですよと。こちらはここは真ん中のところですね。真ん中のところが3番になっている。そして1番と3番の間のところが2番になっているということなんですけど、それが、この中のどれが正解かという問題です。はい。じゃあ、いけたでしょうか。左ではちょっと難しかったかもしれませんね。結局はですね、働く力を考えてあげて合成した後にですね、2つの力になった時に、これはダメですよ。これもダメですよ。こうじゃないとダメですよということだったんですね。最終的に2つの力が同一作用線上にないとダメだということだったんです。はい、じゃあ今回働く力は重力ですね。触れている糸から受ける力、そして壁から受ける力ですね。で壁から受ける力を求めたいので、残り2つの力、重力と張力を合成していきましょうと。張力書いていきますね。はい、あとは同一作用線上で力を移動することができたんですよね。はい、じゃあよろしいですかね。なので、この2つの力を合成させるためには、作用点を一致させなきゃいけませんから、ここまで移動させなきゃいけないんです。いいですか？で、こいつとこいつを合成したら、もちろん何かしらの力にはなるんですけども、当たり前の話をしますよ。最後2つの力になった時には、同一作用線上にないとダメだということなんですよね。同一作用線上にもちろん作用点がありますよということなんですね。じゃあ、力が3つあってですね、この2つを合成したこの合力と、もう1つの力ですね、この力とこの力が打ち消し合ってゼロになる、かつ同一作用線上にないとダメですよってことを考えてあげたら、もう2番しかないんですよね。いいですかね。なのでこれ作図する必要もなくて、2番が正解になりますよということなんですね。結構細かい問題でしょ。大丈夫ですかね。はい、じゃあ右側行きましょう。右側はもうこっちの方が簡単だったと思うんですけども、垂直抗力の作用点はどこですかという問題です。はい、まず重力を書いてあげましょうと。で面から受ける力と打ち消し合ってゼロになっているということなんですよね。じゃあ面から受ける力と作用線が一致しなきゃいけないということなんですね。作用線が一致しなきゃいけない、なので作用線上に作用点が来ているものは1番でも3番ではなくて2番だけしかありませんから、正解2番ということなんですよね。はい、よろしいでしょうか。なので今回のセンター試験ですね、センター試験の問題では左上の力っていうのが8番しかなかった、1つしかなかったので、本当に迷う必要はないんですけども、こういった場合ですね、複数ある場合はどうしたらいいんですかっていうと、今言った考え方ですね、最終的に力が2つになった時に、その2つの力が同一作用線上にあるということから考えてあげて、答えを絞ってあげることができますよということなんですね。なのでね、当てずっぽなんとなくでできるわけじゃなくて、ちゃんとしっかりこうやってね、理屈で考えてやってくれたらなと思います。はい、じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。